コヒレダルマザメアイソスタイヤスプルタダスは、鎧ザメカに属するサメの一種。機種であり、太平洋と大西洋の深度60の200メートルから10個体程度が得られている。同族のダルマザメと似ているが、下顎場がより大きく首回りの襟を描いている。最大で42センチメートル程度。 ダルマザメ同様に大型動物の代表をえぐり取るが、本種の紙跡は大型で大きいことで識別できる。IUCN は保全状況を軽度懸念としている。1964年の科学史カピアにおいて、ジャック・ギャリックとスチュワート・スプリンガーによって記載された。記載は、メキシコ湾、アラバマ周辺岸の 160km 南での中層トロール網で得られた 42cm の 生体メスに基づいている。種商名プラタダスはギリシャ語のプラタスはデュースに由来する。他の英名にはビッグトゥースクキーコーターシャーク、ロントゥースクキーコーターシャーク、ガルフドッグフィッシュなどがある。ダルマザメよりも珍しく、世界の数カ所から10個体程度の標本しか得られていない。大西洋では米国のアラバマ州、ブラジルのバイヤ州、アゾレス諸島、西サハラ、 太平洋では、オーストラリアのニューサウスウェールズ州と日本の沖縄から報告がある。陸に近い大陸方、大陸斜面、海溝などの上、深度60から200メートルの表層から得られている。本種が奇種であるのは、本来はより大深度に生息することを示唆している可能性がある。長い葉巻型の体と非常に鈍く短い頭部、噴部を持つ。 目は大きくて、楕円型で、両眼視が可能な位置にある。その後方には幅広く傾いた、噴水孔がある。鼻孔は小さく、低く尖った、前鼻弁がある。口は横に走り、深い皮しびらが口角と肉質の唇を覆っている。顎は、ダルマザメより大きくて強力で、歯列は少なく、上顎で29、下顎で19である。 上アコバは小さくて細く円は滑らかである。中央の葉は立っているが、周焉の葉は広角に向けて傾いている。下アコバは巨大で、体に対する最大の葉のサイズ比は、原生のどのサメよりも大きい。この葉は三角形で、円は細かい挙子状、基部は長方形で左右と結合している。エラ列は五体で小さい。背びれは小さく、先端は丸くて、 体のかなり後方、1、3以降に位置する。第一背びれは、腹筋のわずかに前方から起死する。第二背びれはその後方にあり、第一より1、3ほど大きい。胸びれは小さくて丸く、第五エラ列の後方、体の高い位置にある。腹筋は、かなり小さく、尻びれはない。おひれは、非常に短く、常用は、 下葉の2倍程度の長さでその先端には明瞭な結国を持つ。体色は一様に暗褐色で、ヒレの縁は半透明となる。覆面には発光器がまばらに散らばる。多くの標本では、ダルマザメが持つような首回りの襟を持たないが、2004年にアゾレス諸島で捕獲された個体には存在した。最大で42センチメートルになる。背びれと尾ひれが小さいため、 ダルマザメよりも遊泳力が弱く不活発だと考えられる。太鼓の大部分は寒油の詰まった巨大な肝臓で締められ、中性浮力によって水中に浮かぶことができる。ダルマザメと異なって両眼視が可能であり、獲物の位置をより正確に特定できる可能性がある。生活種は不明であるが、おそらくダルマザメ同様に無体盤性の体制だと考えられる。 ダルマザメ同様、大型動物の体表を噛み取る、外部規制的な生態を持つ。ダルマザメは、上顎を突き刺した後、体をひねり、下顎で肉を丸くえぐり取るため、獲物の体表には、円形の傷跡が残る。これに対し、本種は、吐くような動きでえぐり取るため、平行な2本の歯型による、大きな楕円形の傷跡が残る。攻撃対象としては、甲骨魚、サメ。 怪獣が知られている。ある研究では、バイア周縁岩におけるクジラメの半球形象の80%が本種によるものであった。最も攻撃されるのは、面積の広い体側で、頭部、腹部と続く。少なくとも3件、攻撃を受けたイルカが、ヒレの可動域が制限されたこと、接触が困難になったことなどによって座礁して、死亡したことが確認されている。この地域では、 アナン曲オットセイを襲うこともあり、少なくとも2個体の幼体が攻撃後に死亡したことが確認されている。カジキなどの重要種に傷をつけると考えられている。他は水産上の重要性はない。基地の標本は1個体を除いて、すべてトロール、ハエ縄量の根格で得られている。根格例が非常に少ないこと、広い分布域を持つと考えられることから、IUCN は 保全状況を軽度懸念としている。ありがとうございます。